さん、気をつけて。この身を刃に。行くよ。行こう。いや、今のは危なかったね。信号灯はもうすぐだよ。信号灯に着いたら登録しておくと便利だぞ。それに半径5メートル以内なら信号灯に着いたら信号灯もうすぐ谷口に到達します。高低差がありますので。谷口を出てもうちょっと歩いたら今週城に着くよ。城内はどこよりも安全な場所なんだ。なんてったって天皇が作った防御施設はな。他にすごい場所はあるかもしれないけど、今週は石崩れの高地と北楽の原に面しており、白氏ここで待ち合わせするって約束した。天空海がここに発生します。え、文句？いつの間に？来た時はまだなかったよ。ここへ来た時には。え、早いにも程があるって。天空海には追跡機能でも。無音区の中央。あれって白氏じゃん。白氏、白氏。遠すぎて声が届きません。サンプリングをし終わったらこの辺りで待ち合わせしようって約束したんだ。いえ、白氏なら無音区の危険性を十分理解しているはずです。そして形成時間が短いほど潜伏期が長くなる。だから、はい、それにパラシュートの滑空距離では無音区の範囲を超えられません。デバイスの滑空機能を使いましょう。漂白者さん、私に任せてください。白氏、ここ無音区だよ。なんでこんなところに。ねえ、白氏聞いてってば。私たち、あれ、大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい元気だよ。さっきも巨狼級の残像をやっつけてたし。いや、本当に元気だね。はい、特に問題はなさそうです。え、違います。薬師もあなたのことを心配してくれているんです。確かに。おしゃべりするなら場所を変えましょう。うっ。
行こう。残像も、おそらくその残像の能力よ。気をつけて。チャンスはあるはず。しまった。油断した。優秀。大丈夫。冷静に。この身を刃に。解明。いや、まだいけます。いや、平気です。します。バリア、頑張って壊そうとしたんだけど、びくともしな。私もあれほどの残像を軽々倒せる漂白者さんって。